皆さんこんにちは、大江林業です。日々道なき山に道を作っております。今走っているのは作業道と呼ばれる道です。2トントラックにカメラをつけて撮影しています。作業道ができる前はこういうところでした。車が走る道は一切ありませんでした。そこへ道を作りました。2トントラックが走っても崩れない丈夫な道です。僕たちは持続可能な壊れにくい道作りを目指しています。今回は壊れにくい道作りの要であるこれについて簡単にお話しします。皆さんこれ何かご存知でしょうか？黒くて細長いゴムの板のような物体ですね。これは一体何なんでしょうか？これは水切りです。止水板と呼ばれています。雨水を道の外側へ逃がす役割を果たします。雨水は壊れにくい道作りにとって大敵です。たくさんの雨水が道の上を流れると路面の土を削ってしまい、道の修繕が必要になります。止水板によって雨水を適切に排水することができます。これ止水板を埋設しているところです。ユンボを使っています。止水板は4メートルの角材にゴム板を挟み込んで作られています。止水板に溜まった土をかいている映像です。雨が降ったり風が吹いたりすると止水板に土や枝葉が詰まったりします。これらが詰まると道の雨水が適切に排水されません。ですので僕たちは定期的に止水板の見回りに行くようにしています。これは壊れにくい道作りにとって非常に大切になります。ただこの止水板の掃除は大変な重労働です。本当に筋トレと言ってもいいくらいですね。クワを持って一日中土をかいているわけなんですけど、翌日は必ず筋肉痛になります。見てるだけで大変そうですね。ただこの作業はもうビフォーアフターがはっきりしているので、まあ、達成感はありますよね。はい、この表情を見てください。あ、しんど。はい、ご視聴ありがとうございました。今日もお疲れ様でした。